大分市にあるイモト英会話スクール。現在幼児から大人までおよそ100人が通っています。代表の井本康江さんは大手英会話学校の勤務や留学経験のキャリアを生かし英語を指導しています。 So happy day. Good. I'm happy too. Okay. So how was your day? Good day. It was a good day. Good. スクールでは英語の4技能を伸ばすこと、コミュニケーション力を育てることを目指しています。小学生が最も多く、習い始めの低年齢化も進んでいると言います。英語教育に対する関心っていうのは、特に小学生の保護者の方々の間ではかなり高まっているのかなという気もします。英語が科目になるよ、歩みに成績として乗るよって言われると、え、ちょっとうちやってないけどどうしようっていうふうに焦られる方も結構いらっしゃるようで。レッスンは50分、例文を使ってペアで会話をしたり、教材を使って単語や文章を書いたりする練習をします。文章は得意なんですけど、それ以外の言うところの発音とか、そういうのが難しかったです。外国人が道に迷った時とかに教えれるぐらいの、言えるぐらいになっておきたい。英語の先生で外国の方がいるんですけど、え、今なんでって言ったところを聞き取れるようになってて、なんか通訳の訳みたいな感じで。一方、保護者の思いは、やっぱりちょっとこう習っているので、あの学校のやつも楽しくできてるみたいですね。今後ね、やっぱ英語まあ必要になってくると思いますので、少しでも早いうちから習っておく方が、まあ、あのこの子のためにとってはいいかなと思って、楽しく英語に触れたという経験が先にあって、その後にお勉強としての科目としての英語が来る方が、まあ、子どもの中ではこう抵抗感を持たずに勉強に取り組めるというメリットはあるのかなと思います。小学校の英語教育は3年生から外国語活動が始まり、5年生から教科として評価も行われます。県教委では18の推進校で授業の改善を重ね、児童の英語力の向上を進めています。小学校に文法はないです。たくさんそういう言葉をやり取りしながら聞いて慣れてきて、だいぶ言えるようになってきて、中学校に行って、あ、こういう仕組みだったんだなっていうのを文法で学ぶ。推進校の一つ、佐伯市立上方田小学校、文部科学省の外国語教育実践協力校にも指定されています。この日5年生のクラスでは英語専科と担任の先生 ALT の3人による授業が行われます。心強いですし、専科の先生から学びながら外国語の授業の進め方を、はい、勉強している、うん、この時間の目的は自分たちで時間割を作ること。タブレット端末を片手に好きな教科を英語で聞き合います。また授業でわからない単語が出たときは推測したり思考したりすることを大切にします。 Thank you. Do you know 学級 in English? No, クラス。クラス、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 ルーム、ルーム、クラスミーティング、クラスミーティング、おー、オッケー、クラスミーティング、クラスミーティング。わかりやすくてちょっと覚えやすいって感じもします。自分が知れてない英語をどんどん知れるようになって、英語で喋れるようになるのが楽しみ。今まで学んだ英語表現を使ってこう言えばいいんじゃないの、学級ってクラスのことだよねっていうような形でみんなで解決をする、何度も失敗を重ねて塗り重ねていくことで子どもたちにコミュニケーションの力をつけさせる。県教委のデータでは推進校の児童の英語力は向上していて、今後は中学英語との連携をどう進めるかが課題となっています。